さすが分厚い貿易してるな。だがこのスーパーハカーに隙はなかった。この程度の壁、我が腕の前ではあってなきなもの。と、うわっ、見た、やばい、こっち来んな。撤退、戦術的撤退、回線切断、強制解除して。逃げ切れたか。危なかったな。もう少しで逆転されるとこだった。最近ますますセキュリティが強化されていくな。ここまでガチガチに固めるとはよほど後ろめたいのか。あちらさん、絶対何かろくでもないことしてる。こりゃもう少し深く潜ってみる価値はありそうだが、しばらくは無理だろうな。仕方がない、ほとぼりが冷めるまでおとなしくしているか。と、もしもし。ああ、兄貴か。どうした？どうしたではない。何日も連絡を入れなかったのはそちらだろうに。あれ？あ、そうだった。すっかり忘れてたよ。やれやれ、相変わらずだな。たまには外に出て森林浴でもしてきたらどうか。森林浴なら、この間の兄貴の代打として緑化実験プラントに行った時一生分してきたよ。もう、あそこはどうだった？所長が随分とお前を褒めていたぞ。ぜひ正式に迎え入れたいと言っていたが。断っといてくれ。抜くと悲鳴を上げる株や走り回る大根、まして人を食おうとする巨大ウツボカズラとか。あの連中、地上をどんな世界にするつもりだ？そんな出来損ないのモンド映画みたいな世界作りたくはないね。そうか。ではあの話の方は考えてくれたか？兄貴の研究を手伝えって話だろ。悪いけどそれも遠慮するよ。自分のことはそこそこできると思っちゃいるが、さすがに兄貴を手伝えると思うほどうぬぼれちゃいない。どうもお前は自身を過小評価する嫌いがあるな。お前の才能をよく知る私が言うのだ。本心で手伝ってほしいと思っているんだがな。こっちから言わせると兄貴のひいき目な気がするがね。やれやれ、私は研究に市場を入れるほど甘くないつもりなのだが。まあいい、その話は次の機会にしよう。それよりもだ、相変わらず部屋にこもりっきりのようだが、ちゃんと食べてるのか？うん？なん、ちゃんと食ってるよ。夜更かしはしてないか？また清掃機が処理しきれぬほど散らかしたりはしていないか？言われなくてもやってるって。子供じゃあるまいし。では突然誰かに押しかけられても恥ずかしい思いをしないということか。そうか、それを聞いて安心した。うん？ならば何も問題ないな。兄貴、さっきから何を言ってるんだ。そろそろそっちに着く頃か。着く？まずごめんください。元気にしてた？ね、姉さん。あ、また部屋を散らかしたまま、食器も洗わないまま。もうレーションばっかり食べて。待ってて、すぐにご飯の支度をしますから。今日はちゃんとした料理を食べさせてあげるわね。あげるわねって気持ちは嬉しいんだけど、姉さんの料理は。もうそんなまた意地悪なこと言って。大丈夫よ、今日はちゃんと先生を連れてきてますから。先生？やっほー、おじちゃん来てあげたよ。喜んでよね。今日はおじちゃんのために大好きなカレーを作ってあげるんだから。
じゃあ始めるか。はい。まずはおさらいだ。いろいろと試した結果、問題となっていたえぐみは樹液が固まると強くなるのが分かった。なので直接木から採取した樹液を使うことにした。だがそれでもえぐみは残っているので、アマムの粉を混ぜてえぐみを付着させる。はい。手伝えることがあったら言ってくれ。交代するから。ありがとうございます。でも大丈夫です。と言ってもこっちは素人だ。変に手を出すべきじゃないか。そしたらしばらく時間を置いて、アマムの混ざった濁った部分を沈殿させ分離させる。はい。そうすればあのえぐい雑味が抜けた上澄み液の出来上がりだ。最初灰を混ぜてえぐみを抜いていたが、まさかアマムの粉でもできるとはな。この辺りはルルティエに任せてよかった。ほんのり甘いです。あの雑味がすっかり消えて、なんだか不思議な感じ。いつもここまではうまくいくんだ。とはいえこれだと薄いから煮詰める必要があるんだが、ここからが問題というか。ルルティエ頼む。はい。準備できました。よし、こっちもだ。前と同じように上澄みが焦げつかないように煮詰めてみてくれ。ああ、失敗しても構わないんで気楽にな。わかりました。また一旦鍋を下ろした方が。焦げてしまいました。また失敗か。こうなると焦げ臭くて使い物にならないな。ごめんなさい、また失敗を。いや、火加減に細心の注意を払っていたのは見てて分かってた。しかしこうも焦げやすいとはな。これじゃあ煮詰めることは難しいか。あの、湯煎でやってみたらどうでしょうか。いや、それでは煮詰まるのにとんでもなく時間がかかる。もっと手軽に作れないと実用性がな。そうですね。せっかくここまでうまくいったんだ。ここで諦めるのはちょっと惜しいよな。私がもっとうまくできれば。いやいや、こんなの初めてなんだし仕方ないって。どうすればいいかなんて答えはないさ。それに失敗は成功のもとって言うし、そのうち何かうまい解決法が見つかるさ。はい。ま、難しい顔をしても始まらないし、今日はここまでにしてあれでも作るか。はい、あれですね。不思議なことにこっちの方は焦げないんだよな。理由はよくわからんけど、いろいろと試行錯誤した結果、それを型に入れて冷たい水で冷やすとほんのり甘くもちもちとした食感のお菓子になるってことは分かった。こっちの狙いとは違うもんができたが、これはこれでありだな。そろそろいいんじゃないか。はい、それでは。出来上がりです。じゃ早速一口。うまい。はい、不思議な食感、とっても美味しいです。捨てるのがもったいなくて適当にやったにしてはうまいんだよな。今ではこっちを作る方が主になってきている気もするしな。ん？ハク様はすごいです。こんなお菓子を思いつくなんて。いや、そうは言ってもほとんど偶然だからな。こううまくいったのもルルティエが手伝ってくれたからだってのもあるし、でなかったら早々に頓挫していただろうな。いい香り。これまた作ったんだ。甘い香りなのです。あった、
匂いに釣られてやってきたな。隠せ、取り分がなくなるぞ。はい、いえ、あの、残念、獲物はすでに手中にありかな。あお、おいしい。甘みもあるし、このもちょっとした食感、面白くて何度食べても飽きが来ないのです。はい、猫ね。あ、姉さんも。はっ、あの二人、本当に仲がいいな。見てて微笑ましいっていうか。ほのかな甘みにくにくにゃ。あ、お兄さん、食べてもいけ？って食いながら言われてもな。ああ、またなんか面白そうなの作ってたんやね。ああ、そいつは。ちょっと味見しちゃうね。なんや、この黒い蜜、甘く香ばしくて美味しいな。うん？あ、もしかして。うわーい、お兄さん、こんな美味しい蜜を秘密にしてるなんていけすやな。どれどれ。この食感に甘香ばしさ、驚きなのです。夢中になってパクついてる。そんなにいけるのか。いえ、味見をしないとって。はい、お兄さんも食べる。え、なんでみんなこうやって食わそうとしてくるんだか。まあ、いっか。ん？これは何もつけないとほんのりとした甘さだけだが、これをつけたことによってはっきりとした甘さを感じる。しかもこの黒いのだけだと癖が強すぎるが、蜜として使うといい塩梅になってるな。しかし盲点なんだな。甘味料として使えるかどうかだけ考えて、それそのものの味を気にしてなかった。失敗したかと思ったら、こんな意外な使い道があったとはね。はい、これが博様が言った失敗は成功のもとなんですね。いや、なんか違う気がする。ところで博、これってなんてお菓子なの？なんてって、樹液の菓子なのか。ああ、そうじゃなくて、お菓子の名前。ほら、こんなお菓子は見たことないし、こんなに美味しいんだから名前があった方がいいんじゃないかなって。そんな大げさな。偶然にできたもんだし、名前をつけることじゃないだろう。そんなことない。うちこんなお菓子初めてやもん。クオハンの言う通り、ちゃんと名前をつけてあげた方がいいと思う。え、私も賛成なのです。そもそも呼び名がないと不便なのですよ。まあ、そう言われるとそうか。あの、ハク様が名前をつけてくれれば、きっとこのお菓子も喜ぶと思います。ごめんなさい。いや、そうだな。確かにあった方が便利といえば便利だ。いつもあれとかそれとかだと分かりにくいしね。しかし名前ね、こういうのを考えるのは苦手なんだよな。そうだな。お兄さんが名付け親なら、お兄さんの名前でええんじゃないけ。それじゃあこのお菓子はハクかな。どんな理屈だよ。それに人の名前ってのはどうなんだ。食べ物に人の名前をつけるのはよくあることだよ。いやいや待て、さすがに自分の名前はな。しかもそのまんまってのは。実質これを作ったのはルルティエなんだし、ルルティエの名前をもらうってのはどうだ。例えばルルとかな。
今夜は冷えるな。茶を飲みすぎたか。こんな時間にクオンも顔やか。こんな真夜中にどこへ。なんでまたこんな夜更けに出歩いてるんだ。もう少しだけ待って。ううん、そんなに長くは。いつかは。それはないよ。なんだ、ぶつくさ言い始めたぞ。まさか寝たまま歩き回ってるとかじゃないだろうな。誰かと話しているとして、一体誰と。待てよ、確か前にもこんなことが。心配してくれているのは嬉しいけど、もう私は子供じゃ。いいだろう、もう少しだけ時間を与える。だがいつまでもわがままを行かないということは、おぼ、やはり誰かいるのか。もしくはもののけとか言わんだろうな。もうあまり。なんかよくわからんが、見てはいけない場面を目撃してしまった気がする。寒い、帰るか。オシトルに頼まれて猫ネの付き添いをしているからなんだが、少し気になるのは、妙に猫ネが静かだということだ。騒がしいとは言わないまでも、普段はもう少し話していたはず。黙り込んだりはしなかったが、不機嫌そうに見えるな。なんか違うな。向かう先がウコンゲ大将であるオシトルと相対する。サコンゲ大将の屋敷だからか、オシュトルが書簡を届けてほしいと言っていた相手。確か名は三日月だったな。この間ちらりと見た時はえらくおっかなそうなやつだったが、もしかして。猫ね、緊張しているのか。別に緊張などしてないのです。そうか、なら今。まあ考えてみれば、たかが書簡を届けに行くだけで緊張はないか。いや待てよ、まさか。何なのです、あの日か。いや、どう見てもまだ来ていないだろうし、そんなことがあるはず。いっ、なぜ。蹴ってもいい、そんな気がしたです。わけがわからん。難しい落とし物ってやつなのか。雰囲気が違うが、オシトルの屋敷と同じ作りか。こっちの方は奪っているというか、なんか物々しいな。三日月様は武を重んじる方なのです。武を。一の方、始め。おお。二の方。おお。これまたすごいな。そこまで。ネコネか、この間ぶりだが久しいな。うはぁ、こうして正面に立たれるのは初めてだが、なんだこの威圧感。あのボロギギリを前にした時だってここまでじゃなかったぞ。これが双璧と呼ばれる存在か。元気にしていたか。だが相変わらず小さい。もっと食って大きくなる。
ってることはまともなのに、まるで家畜にもっと超えろと言ってるように聞こえるのは気のせいか。で、なんで人の背中に隠れてんだよ。一体何し、ああ、なるほどな。要するに、この男が怖かったのか。まあ、気持ちはわからんではないが。これを、オシトル様からなのです。おいおい、いくらなんでもそれは失礼ってもんだろう。ちょっと、人を盾にしながら何してんの？あの娘正気か？三日月様にあのような血煙となって消えるぞ。何それ、こいつそんなに物騒なの？徹底的に鍛え上げられた奴らが動揺ってどんだけだよ。お、やるですか。まずはこの男が相手になるです。おい、何勝手なこと言っちゃってくれてんの。人を盾にするな。ちゃんと前に出る。ぐっ、動かない。ちょ、押すなこら。あの男、三日月様に挑む気か。バカな、なんという命知らずな。だがその勇気、尊敬に値する。その屍は丁重に弔い、子々孫々語り継がねばなるまいな。バカかお前ら。これのどこが挑むように見える。お前ら見てないで助けろ。このままだとこっちの命が。だからおおさ、ちょ、ほんとやめて。なんなんだ。ついてくですよ。え、おい、わかったから押すな。だから人を盾にするな。それで奥へと連れてこられたはいいんだが。うん。空気がうまい。だから自分を盾にしようとするのはやめろ。椅子に座ってるんだから無理があるだろう。ミルージ、チャオ。はい、ただいま参ります、三日月様。どうぞ、お茶です。ではごゆっくりと。そっちこそゆっくりしてっていいんだぞ。っていうか、この状況をどうにかしてけ。うん、自分にこれを渡せって。分かった分かったって。どこ一緒って。まあ、それでは三日月殿、オシトルより預かりし書簡お受け取りを。そうか。読まないのか。読め。打倒。なんでそんな反応になる。わからん。正直この男が何を考えているのかわからん。だから返事を兄様に知らせないといけないですから、読んでくれないと困るのです。しのごの言わず、とっとと読んでしまって返事を聞かせるのです。だからそれはこっちの背中に言うんじゃなくって、本人に直接言えって。うん。うん。
ますな。貴様、オシトルの隠密だそうだな。なかなかに面白い男だとも書かれている。ああ、隠密のことが書いてあったっぽいが、バラしてもいいのか。極力秘密にするもんだと思っていた。興味深い。は？あやつにそう言わせるとは、貴様なかなかに興味深い。どう俺を楽しませてくれるか見物だ。いや、見物って楽しませてくれるのだろう。いやいやいや、そんな殴るような目つきで見られても、人様に見せられる芸なんかないっての。では三日月様は白さんに用事があるようですし、私はこれで失礼するのです。おい、こら、人を置いて勝手に行くな。話すです。どこ触ってるですか。そういったセリフはもっと凹凸がはっきりしてから言え。小娘が兄以外の男に懐くか。そんなことないたらないのです。なんだ、もしかして照れてるのか。こんなちびすけまで虜にするとか、いい男ってのはつらいね。長やめとけ。自分に惚れたらやけどするぞ。せめて前と後ろの判別がつくくらい凹凸ができたら。貴様、ハクと言ったな。ぐっ、やばい、今の騒動を怒らせたか。あの小娘、ずいぶんと貴様に心を許しているようだ。この状況を見て何言ってんの。もう少しで切なさが破裂するとこだったろうが。俺にも昔妹がいた。仲も特別悪くはなかった。オシトルには万事了解したと伝えるがよい。それとあの小娘のこと任せる。そりゃどういう。もしかしてこいつって猫根を心配してるのか。それでは三日月様、ご客人をお見送りします。ではこちらへ。ああ、わかった。お土産もございます。しかし、おっかない主とは正反対の、物腰が柔らかくしっかりとした少年だな。やれやれ、ようやく出てこれたか。ご苦労様なのです。今までずっと待っててくれたのか。心配だったのです。猫ではそんなにも自分のことを。五体満足で出てこれるか。シャレになってないな。ちょっと寒気がしてきた。ではとっとと帰るのです。もうここは用なしなのです。ああ、それがいいな。詳しくは道すがらにでも話すか。